ロシア軍空爆主体に転換、地上戦で死傷者多数化、ウクライナ東部。ウクライナに侵攻するロシア軍は25日も東部ドネツク州アウディウカ近郊に集中攻撃を仕掛けている模様だ。ただウクライナ軍によると、ロシア軍は地上戦で多数の死傷者を出したため、空爆を中心とする作戦に転換を強いられているという。スカイニューズによると、ウクライナ軍南方部隊報道官は、敵は過去2日間で40発の誘導爆弾を投下したが、地上攻撃の回数は前日と比べ半減したと指摘した。ロシア軍はドネツク州で5日間に2400人の死傷者を出したとされ、報道官はこうした地上攻撃が減る事態は驚きではないと述べた。不動産バブル崩壊で中国経済は日本化するか。日本の不動産業の発展と比較して、私は今年2023年8月下旬、コロナ禍明け後2回目の訪中をして深圳と広州を訪れたが、前回3月の訪中時に比べて中国経済の現状と前途に対する悲観的な声を多く聞いた。不動産バブルの崩壊はもはや誰の目にも明らかなようである。中国の不動産業の動向を測るバロメーターとして、一般には国家統計局が毎月発表する新築住宅の価格指数を見ることが多い。2023年8月の全国35都市、省都などの大都市を見ると、1年前に比べ指数の上昇した都市が北京市や上海市など18都市、下落した都市は広州市や深圳市など17都市。これだけ見ると果たしてバブル崩壊と言えるのか首をかしげてしまう。ただ現地で聞くと、新築住宅価格は地方政府がコントロールしていて下げさせないが、値段はついても買い手がつかないことが多いという。右肩下がりで減少している中国の新築住宅の販売。確かに1月から8月の期間について全国の新築不動産の販売額を見ると、2022年は2021年より 28% 減少し、2023年は2022年より 9% 減少と、まさに右肩下がりで縮小している。同じ期間について不動産の販売量で見ると、2022年は2021年より 23% 減、2023年は2022年より 15% 減と、これまた急に減っている。こんなに急に減ったのでは経営が苦しくなる不動産会社が相次ぐのも無理もない。こうして不動産バブルが急速に潰れていく中で、中国経済の前途に対して悲観的な見方が広がっている。いわく中国経済の現状は1990年代初めのバブル崩壊後の日本経済と同じであり、今後は日本のように長い低成長の時代に入るだろうとの見方である。ちなみに日本の経済成長率は1975年から1990年は年率 4.5% の中成長だったが、1991年から2000年には年率 1.3% へ大幅に減速し、その後も2001年から2010年は年率 0.6%、 2011年から2022年も 0.55% と低迷が続いている。中国経済もこれから日本のように失われた30年の時代に突入するとの見方が広がっている。こうした見方に対して当然異論も多い。中国は2022年時点の1人当たり GDP がまだ12,720ドルで、世界銀行の定める中所得国の段階からもう少しで卒業というレベルに過ぎない。一方、1992年の日本の1人当たり GDP はその間の物価の変化を調整すると2022年の中国の 2.5 倍であり、1992年の時点ですでに成熟した高所得国であった。1人当たり GDP でいうと、今日の中国はまだ日本の1960年代後半ぐらいのレベルである。だとすれば、中国の高度成長期はもう終わったのだとしても、年 4-5% ぐらいの中成長は当面可能なのではないだろうか。私も中国はまだ10年以上は中成長が可能な段階にあると考える。ただ中国が引き続き中成長の軌道をたどるのか、それとも低成長に陥るかは政策の選択による部分が大きいとも考える。政策の選択を誤れば
中国経済は長い低成長に入ってしまうかもしれない。そして中国政府が適切な政策を選択できない可能性は決して少なくないと思う。日本の不動産業の成長を支えた都市化と住宅高度化、戦後の日本の不動産業は量的に大きく拡大した1940年代末から1973年までの時期、量的には伸び悩んだが、地価の上昇が続いた1974年から1991年までの時期、そして地価が下落する1992年以降と大きく3段階に分けられる。不動産バブルが崩壊している2023年の中国は日本の1993年頃に当たると思われるかもしれない。だが果たしてそうであろうか。戦後日本の不動産業の成長を支えた社会経済的要因とは、農村から都市への人口移動、そして都市の中でのより広く条件の良い住宅への住み替えであった。ここでは前者を都市化、後者を住宅高度化と呼ぶことにする。戦後の日本の都市化がどのように進んだのかを図2に示した。1946年から1970年までは非農家人口によって都市人口の定義としている。農家とは10アール以上の農業を営んでいるか、または農産物の販売金額が15万円以上ある世帯のことを指す。家族の中で老夫婦だけが農業を営み、同居している息子、娘や孫たちはサラリーマンとして勤めていても、もし農業収入が年間15万円を上回るようであれば、その家族全員が農家人口に含まれる。中国、秦剛外相に続き李尚福国防相も解任。相次ぐ重要閣僚の解任が習近平体制に与える影響は、専門家が分析。10月24日、中国の国会にあたる全国人民代表大会の常務委員会は、2ヶ月近く動静が途絶えていた李尚福国防相の解任を決めた。李国防相は2023年8月末に北京で開かれた中国アフリカ平和安全フォーラムの出席を最後に表舞台から姿を消していたが、これまでにイギリスのフィナンシャルタイムズは複数のアメリカ政府高官の話として、アメリカ政府が李国防相が中国当局の調査対象となり、国防省としての任務を剥奪されたと結論付けたと報じていた。そのような中で、10月24日の夜に放送された中国国営テレビで、李国防省の解任は報じられた。防衛と外交が解任される異例な事態。また、7月に外相を務めていた秦剛氏も解任されていて、防衛と外交という国家の安全保障を支える重要閣僚が、共に就任してから1年も経たないうちに解任されるという異例の事態となった。李氏も秦氏も解任の正式な理由は公表されていないが、事実上の更迭と見られている。中国の政治経済や安全保障政策を専門とする京都先端科学大学の土屋隆弘准教授は、李氏が所属していたロケット軍は研究開発や装備調達にかかる予算が潤沢で、汚職の温床となりうる土壌があったと指摘する。その一方で、中国では政府の要職よりも共産党の要職の方が上位にあり、今回の解任がすぐに大きな影響を与えることはないと分析する。中国のロケット軍は汚職となりうる土壌がある。解任された李国防相が所属していたロケット軍とは、ロケット軍元大日本兵は習近平の肝煎りの軍種の一つで、今回解任された国防部長の李尚福氏のみならず、魏鳳華氏元国防部長や張友侠氏現中央軍事委員会副主席らが重用されてきた。ロケット軍は台湾への武力行使の中核を担う軍種であるだけでなく、グアムキラーの DF-26、空母キラーの DF-21D などアメリカに対する接近阻止、領域拒否の戦略上も重要な役割を果たす軍種であり、研究開発や装備調達にかかる予算も潤沢だったとみられる。しかしそれゆえに汚職の温床となりうる土壌があり、ミサイルが所定の性能を満たしていないことを契機に、部品納入の不正から今回の汚職が発覚したと言われている。
2023年7月26日には、2017年10月以降の装備調達に対する入札審査活動の調査に関する広告が出されており、装備調達をめぐる様々な問題が指摘されている。その後、7月28日付の香港英字紙サウスチャイナモーニングポストは、ロケット軍の李局長司令員、劉光賓副司令員、張新忠副司令員が装備調達をめぐる汚職で、中国軍事委員会規律検査委員会の調査員に連行されたと報じている。そして7月31日の中国国営テレビが、司令官に海軍出身の王光賓、元海軍副司令員、政治委員に空軍出身の張再生、元南部戦区空軍政治委員がそれぞれ就任したことを報じるなど、他軍種からの人事異動が明らかにされた。また正式に発表はされていないものの、これに関連してロケット軍幹部だけでなく軍工企業の幹部も複数名処分されていると言われている。李氏は2017年9月に張又侠氏の後任として中央軍事委員会装備発展部部長に任命されており、その就任以降の期間が対象となっていることから、こうした装備調達をめぐる汚職の責任を理由に解任されたとみられる。